絶叫したら罰ゲーム、廃病院で芋鍋対決。イエーイ。はい、ということで皆さん、夏ですね。夏ですね。ということで今回はこちらの廃病院で芋鍋しをしたいと思います。してもつまらないので、今回は男女でペアになってもらって、男女のペアの肝試し中の絶叫回数をカウントします。で、絶叫回数が一番多かったペアには怖い罰ゲームをしてもらいたいと思います。それでは早速ペアを発表していきたいと思います。おばちゃんと組んだ人そうなんだよね。あるあるあるよ。パブレックスだ。まず一つ一ペア目、アゴキング、なっちゃん。おお、危ない。2ペア目、キョン、シーナ、アツミ。3ペア目、サタヒロ、タマチューブ。おお、俺やないかい。終わった終わった終わった4ペア目、イッチ、エッちゃん。おお、ちょっと待って、足りながらコマとして。5ペア目、クマ、ナル。うわナル、やばい以外にもナルやばいだけど。6ペア目、ユーポン。おお、ユーポンじゃ途中で逃げ出さない。はい、そして最後、ヨッチ、ナナコ。おお、やめてよ、ヨッチにも気をつけて。はい、ということで早速肝試しやっていきましょう。よし、サスケです。ユーポンです。頑張ります。頑張ります。あのお化けをね、倒す気持ちで。はい、行きましょう。行きましょう。 OK。 これね、俺分かった。怖くない、あの怖くないようにするためには、はい、こっちもハイテンション。ハイテンション。怖がってはいけない。はい、ハイテンション。ほら、もうこっちこっち。あっち、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 あ、これえ、ここってあれじゃん。せーの、せーの。うわー、怖っ。え、あー、うわー、やばい。開いたらいるんだよ。開いたらいるんだよ。あれ？オーケーオーケー。じゃ開いたらいる。あの、スケートがいて。そう、上行って。あ、上行って、いる。うわー！あー！びっくりした！ねえ、もう！めっちゃ怖い！え、絶対来るから、絶対。今シューッと。何言うの？何言うの？行くよ、行くよ、行くよ。うわー！おはよう。おはよう。立ってるよ、立ってる。あ、赤ん坊泣いてる。おもちゃ。アイテム取んなきゃいけない。おもちゃ。え、アイテムどこだろう。覗いてくる。あ、いるいるいる。おはよう。もう赤ちゃんない。アイテムどこですか。ここにあるのかな。アイテム。え、アイテム。え、あ、待って。じゃないと、多分ここに立ってる。じゃ追っかけてくるかもしれないです。3、2、1。イエーイ！はいはいはい！やだやだ！何？泣きやんだ泣きやんだ。終わり終わり。ゆーぽんちゃんが、はい、全く頼りになりませんでした。でも、おもちゃ見つけました。あ、おもちゃ見つけた。おもちゃ見つけました。人間になりたい。まだ未知の世界です。どういうこと？どうだろう。
怖がりか怖がりじゃないか分かんないってこと？分かんないです。やったことないんですかこういうの？なんか小学生の時ぐらいに一回だけあるんですけど、あんまり覚えてなくて。恐ろしい体験。僕は怖いけど頑張ります。頑張ります。じゃあ行きましょう。矢印に沿っていくんだよね。見ないで行ってもいいんですか？見ないで行くの？そんな怖い？無理無理無理。目開けてない？無理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 。どこ？ちょっと待って、誰かいる。え、何ここ？すごいよ。あ、無理無理。うわ、行くよ。目開けて、大丈夫、近くにいるから。全然大丈夫。バンとか、バンとか。どこまで？え、待って、怖い怖い怖い。大丈夫、いるから大丈夫、いるから大丈夫。怖い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 。大丈夫？わあ！え、なになに？あ、エレベーターで。びっくりした。え、こんなの乗りたくない。どっか行っちゃうんだけど。はい、ごめんね。大丈夫大丈夫。怖い？俺も怖がらせて。行きましょう。おおちょ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 、向かいか。すごい震えてるね。大丈夫？何も見てない。何も見てないの？入ってない。入ってない。赤ちゃんを今探そうじゃん。赤ちゃんを。あ、すごい。ほら、あった。あ、やった。何も覚えてないで。何も覚えてない。覚えてない。だって目閉じてたもんね。何も見てないでしょ。こんななってたでしょ。こんななってたでしょ。赤ちゃんがいるぐらいですね今。一番最後じゃんそれ。でもすごい怖がりすぎてて、そっちが怖かった。そっちが怖かったです。なんとか成功しました。いや、なっちゃんが意外と大丈夫だって言ってるんで。俺が多分結構ビビるんで、頑張って抑えます。頑張ってください。頑張るね。怖い怖い怖い。本当だ。ゆっくり行こう、ゆっくり行こう。怖くない、怖くない。え、いや、大丈夫大丈夫。酒ちゃダメだ。ほい、大丈夫。こっち、こっちこっちこっち、ちょっとついてくる。怖い怖い怖い。これはここに入れってこと？マジで怖い、マジで怖い。開けるよ、開けるよ。はい。怖い怖い怖い。やばい。何？うわあ！びっくりした。本当にやめてください。もう、もう本当に。怖い。あ、分娩室入りました。味方同士は本当に意味が分からない。なんもないの、逆に怖い。やばい怖い。おちょっと待って、やめ。マジでやだ、マジでやだ、マジでやだ。え、2階もあるの？そうです。これはもうやだやだ。これはもうやだ。本当に何の音これ？赤ちゃんだ。あ、そういうことだ。赤ちゃんを泣き止ませてくださいって。ここ入るよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。アボさんのせいですよ。俺のせい。アボさんがキャーって言うから。アボさんがキャーって言うから。ビリになる。やばい、ちょっと我慢しよう。ここやばい。入ってるの？あ、赤ちゃん。うわぁ！あぁ！ちょっと待って。これで。いやぁ、余裕だったね。最低でした。余裕でした。全然怖くなかったですね。全然怖くなかった。びっくりした。なっちゃんがね、ちょっと怖がってたから。いや、ちょいちょい、盛り上げが大事かなと
顎のために頑張りました。まあなんとかね、ビリは免れたでしょう。そうですね。いや私正直ね、怖いの好きなんだけど、ドッキリ系はねビビりがち。ただ声だけは殺すわ。私もあの怖いのは結構怖いんですけど、うん、声を出さないってことはできる。こういう我慢はできる。 OK、 じゃあ2人ともマジでサイレントでいきます。息を殺して。それじゃあいきましょう。はい、大丈夫大丈夫。矢印の通りに行ったら、うんうん、じゃあこれだ。うおえっちゃん、静かに、静かに、ごめん。いや今の絶対カウントされちゃった、やばい。大丈夫大丈夫。ここも入るの？もうしやばいでしょう。開けるよ、うん、じゃじゃん。うん、祭壇がある、うん、すごい。あれ、あいつがいるぞ。待って、見たことあるんですけど、こいつは知ってるぞ。産婦人科って言ってたな、ここ婦人科ですね。もう私一回も絶対ね叫ばない。何もないね。うん、何もないじゃん。どうする、ここの中いたら。えー、っちよし、勝ったぜ。いや今のはね、二人勝ったよ、うん、今のはね、勝った気分、うん、嬉しい、うん、そんな感じね。待て、もうゼロでいける。いや、いける、いける、うん、大丈夫、大丈夫、いける。あの、一番先ってなかったねって言ってもらおう。はい、着きました。いるで。おで、入るって。サポンポンピーク、泣きやませるアイテムをゲットだって。なるほど。あ、あー、あれが赤ちゃんか。赤ちゃんもいたんだけど、泣きやませるアイテムが、あ、これか、これか、これじゃない、これや、見てるもん、それだ、それだ、見てるもん、これだよ。よしと、あ、今のは寝てよ。一回ずつだ、これ試して。あ、やべやべやべ。いやクリアだって。意外とあっさりよ。えっちゃんでよかった。あのね、うん、一番最初ね、ふおって言っちゃったから、私もうんみたいな、うん、いやでもね、大絶叫はしなかったから、やっぱ私結構気も座ってるけどね。そうだよね、うん、いやこれ一番叫んでないになりたいね。どうですか？どうですか？叫んじゃいけない。眩しい眩しい眩しい。マイクじゃないから。それマイクじゃない。いや、意気込みですか？はい、無心になれば大丈夫。お、私も無心になれば大丈夫。無心チームに、ね、じゃあ無心で頑張りましょう。オッケーです。ずっとこういう顔しましょう。よし、無心で。え、もう始まってるんですよね。いいんですよ、そういうことです。あ、こっち、うん、下に矢印が。しゅしゅしゅ、うわぁぁぁぁぁ。おい、放射センサーってやばい。え、ここさっき立ち入り禁止なかった。え、待って、これ開けていいの？よし、ドカンと。おぉ、マジか。うわ、なに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 、マジか。うわ、マジか。マジか。立って。おぉ、あ、佐野吉。あ、友達です。友達だったの？友達です、あれ。大丈夫？左目どこ？あ、分娩室？分娩室が、分娩…ん？分娩室ね。分娩室ついて。エレベーター？エレベーター乗るんですか？エレベーター、無理無理。エレベーターはやばいでしょ。いい匂いがする。なるちゃんが想像以上にチキンだわ。おびくじゃん、もう。もういいな。もういるよ。うわー、もう無理。あ、やばいやばいやばい。なんか、なんかいる。いるいるいる。うわ、ちょっと。嘘でしょ、今の絶対違う。今の違うよ。いや。なるちゃん、アイテムあるって。アイテム。アイテム。アイテム、アイテム。あ、あれ？あ、無理だ！あ、取った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 。アイテムゲット、アイテムゲット、アイテムゲット、これにいいだよね。え、どうするの？ほら、どうするの？ほら、大丈夫、大丈夫。あ、ごめんね。あ、ごめんね。あ、ごめんね。でも思った以上に叫ばれてましたよね。いや、そうそうか。ですよね。いや、違うんだよ。あのね、なるちゃんが俺のここ掴む握力強すぎて俺テンパってたの。マジでなるちゃんテンパってんじゃん、どうしようってすごいずっと思ってたの俺。
喧嘩するみたいな感じで。いや、怖かった、もう怖かった。でも結構叫ぶ声とか聞こえてたから、いや、そうそう、意外と、うん、みんなも叫んでるんじゃないかなと思う、うんうん、まあまあまあ大丈夫でしょ、大丈夫でしょ、まあ、大丈夫でしょ。はい、ということですけれども、どうですか、どう、たまちゃん。いや、もう本当に無理なの、うん、なんか、まあオープニングにもありましたけど、僕はもう罰ゲームになるだろうなってもう諦めてるんで。いや、でも、そのさらに恐怖を味わうのはもう本当に勘弁してほしいので頑張る、はい、とりあえずこのカメラを壊さないように頑張ります。耳が、僕は鼓膜が破れないように頑張って耐えたいと思います。あの、あれ編集の音小さくしてください、ね、本当に叫んじゃうから。いや、我慢してね。するよ、我慢するやつだから。するけど、もしなったらって話す。頑張ります。たまちゃん先行く。いや、そういうのなしだよ。1、2、3、私は真ん中です。じゃあ、行きますんで。ねえ、待って待って待って、あ、これはカウントじゃないですよね。そうです。ごめんなさい。ねえねえねえ、ちょっとまだ本当にさ、ねえ、本当に2ですね、これ、うん、ねえ、さっきそんなとこ開いてなかったじゃん。ごめんなさい。これ開けなきゃいけない。え、開けるの？開けるやつだよ。で、いくよ。はい、ビリ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 。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。おぉ、え、入らなきゃダメなの？いや、入らなきゃダメでしょ。え、なんで入らなきゃダメなの？大丈夫だから、大丈夫、大丈夫。これすごい。え、ちょっと入ればいいのかな。いや、多分奥まで、これ多分お線香をチーンって鳴らすんじゃない。あああああ、俺一人、ごめんなさい。俺一人だよ、タマちゃん。お願いします、開けてください。そうか、こっちに行かなきゃいけないんだ。本当にやだ、本当にやだ、本当に、本当にやだ。足がね、もうね、本当にやばい、本当にやばい、本当にやばい。ねえ、これ下いないよね。いないいないいない。この棚は、棚は。開けてみたら。やだ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 。やだやだやだ、開けなくていいよ、開けなくていい。開けなくていいです。エレベーター。ほら、明るいから。になったらこれを振ればいいよ。ほら、いるから。ねえねえ、こっち見てる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 、見てる、見てる。どうしよう、どうしよう、どうしよう。左胸にウームって書いてあるから。オッケー。きっとこれは赤ちゃんに。どこに、どこに、どこに。戻せよ、一回戻すでいいよ。止まったよ。お、止まった、泣き止んだ。おー、泣きやんだ、泣きやした、泣きやした、泣きやんだよ。泣きやまないと、もう持つみたいな、こうやってやってみたら、こうやって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 、止まった。はい、ということですけれども、どうでしたか。いや、もうね、右足がずっとずっと、もう今余韻、余韻、余韻が来てる。
もうなんかタマちゃんがパニック症状を起こすんじゃないかと思って、それがずっと心配で。いや、わかっ、なんかね、俺の怖さはどっかに行ってしまった。わかってるんだけども、本当になんか変なの。いや、でも頑張ったね。でもよかった、よくできたと思う。頑張ったよ。すみません。よかったよかった。いや、もう叫ぶ回数は多分絶対1位だから、そこは気にせず。いや、いや、絶対そんなはずでした。大丈夫大丈夫、勇気を持って歩んだから、まあ、オロッケってことで。オッケーオッケーオッケー、はい、じゃあ次の組に行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。一番絶叫回数の多かったペアを発表したいと思います。誰だ誰だ誰だ。絶叫回数21回。21？ いや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 、てーん、さとひろ、たまちゃん。一番絶叫回数の多かった2人には恐怖の罰ゲームを受けてもらうんですけども、また絶叫か。罰ゲームは財布の中身公開。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。はい、ということで負けた2人には財布の中身公開してもらいたいと思います。はい、じゃあ財布に入っているコケ金額だけちょっと教えてもらえますか。そうっすね、じゃあ少ないですね、私は。あれ、お札が結構、お札ちょっと持ってますね。 あ、でもそんなに、まああんまりめちゃくちゃ持たないんで27,000円です。私は1,000円です。嘘、本当に怖くない？本当に帰りなかったよ。帰ります。本当に、ちょっとさ、なんか勉強しようとか面白くないんだよな。あー、じゃあ面白くないんだよな。はい、こちらですね。なんかちょっと寝癖ですか。え、見たい見たい。面白くないんだよな。あれ、どうした。あれ、ちょっとなんかね、右側ボサってなってます。とりあえず今回はこのぐらいにしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。では、ちょっといただきにしていい。はい、どうぞどうぞ。見せたいものが、見せたいから。ちょっと何みたいなの。え、ちょっと待って待って、逆に何見せたの。何見せよ。え、なんか大吉。はい、はい、ということで2人ともお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあみんなまたね。バイバイ。ごめんなさい。チャンネル登録はこちらから。僕たちに実験検証してほしいことを募集中です。オファーしたのかい。